を盗む。ディアボロス教団、私たちがあれだけ目を光らせているのに、いつの間にか異世界にまで手をかけていたなんてね。根源から抹消するべきですが、異世界ではシャドウガーデンの戦力も万全とは言えません。また最初からナンバーズを集め直すわけにもいきませんし、一刻も早く元の世界に。ちー、ずいぶん熱っぽい視線で。どうかしたの、めぐみ。はあ、すみません。なんともかっこいいセリフばかりで、つい。めぐみは本当にアルファたちを気に入ったのだね。それを言うならユイユもじゃないかしら。その衣装だってずっと着てるし、ノリノリで。え、確かにお揃いにはちょっと惹かれてるけど、全然ノリノリなんかじゃ。それにしてもどうやったら元の世界に戻れるのだろうか。こちらに来るときに何が起きたか覚えていないのか。確か私たちの世界にはいない驚くほど大きなカエルに飲まれて、気づいたらこちらの世界に。あの怪しく虹色に光る体、自然界には存在し得ないわ。十中八九ディアボロス教団の仕業でしょうね。大きくて怪しい色のカエル、ジャイアントトードの亜種でしょうか。ジャイアントトードの亜種。あ、思い出した、ギルドの掲示板で見たクエストだ。強烈な一撃を受けられ、繰り出しそうな強敵だと思って目をつけていたんだ。それって高難易度の危ないクエストなんじゃないの？ぬめぬめにされるのは嫌なんですけど。私たちが退敵した時もかなり手強かったし、強敵には違いないわよ。ではこの影の実力者が手を貸してやろう。え？あの時助けてくれたシャドウさんにそっくり。俺は魔王軍幹部を倒した男、佐藤一馬。こんなところに呼び出して何の話だい？言わなくてもわかるだろう。シド影の王くん、いや、シャドウと呼んだ方がいいかな。お、何の話かな、ちょっとよくわからない。おっと、ごまかそうとすんなよ。シャドウが現れるときいつも姿がない。だから潜伏スキルで尾行したんだ。影の実力者の正体を見抜くライバル的存在、異世界でも僕の妄想に付き合ってくれる人がいるとは感激だ。正体を見抜いたということは無事では済まないと分かっているのだろうな。早まるな。お前のその力を隠す行動、俺は感銘を受けているんだ。だから仲良くしたいと思ってね。仲良く？お前が着ているその強そうな衣装、俺にも着せてほしい。それを口止め料としよう。どうだ。そんなことでいいの？常に僕が外から操作しておく必要はあるけど、そんなに難しいことじゃないしな。それにカズマを偽物として泳がせておいて、ピンチの時に僕が現れたら、真の実力者の見せ所としては完璧だな。いいだろう。だが裏切ればその命狩られる立場であること、夢夢忘れるなよ。もちろんだ。この夜に誓おう。この俺がいればアッシュだろうがなんだろうが一瞬で倒してやるさ。はー頼もしいね。大きなカエルに立ち向かうなんて僕にはできないな。カズマに同じ装いをさせたのもおそらくシャドウに何か思惑があるからね。シャドウ様にお考えがあるのならきっと強敵に挑んでも問題ないということですね。とにかく行ってみよう。そのジャイアントトードの亜種を倒せば元の世界に戻れるのだろう。ですがクエストが成功したらアルファたちはもう元の世界に帰ってしまうのですよね。そうよね。
なんだか寂しいわね。おう、この巣場、この巣場。よっ、カズバーガー一丁上がり。いつの間にそんなの用意してたの？すごく美味しそうな匂いがするんですけど。私たちの世界で人気のバーガー店の話をしたら、カズマが作ってくれたのよ。わあ、こっちの世界でもハンバーガーが食べられるなんてね。カズマさん、休憩してていいんですか？早くアルファさんたちを元の世界に返さなくちゃ。そうですよ。ディアボロス教団の脅威を世界から根絶するため、混沌たる時空の歪みを駆け抜けなければ。お前はそれっぽいこと言ってみたいだけだろ。てか、アルファたちが帰っちまうって寂しそうにしてたくせに。私たちも同じ気持ちです。短い時間でしたが、皆さんともうお別れなんて。だからさ、休憩がてら思い出作りの最後の晩餐ってことで、ほら食べようぜ。このカズバーガーとやら美味しいな。疲れた体に染みる優しさも感じる。私も作るのを手伝ったのよ。ほらめぐみ、食べてみて。はあ、ありがとうございますアルファ。はい、ユンユンさんもどうぞ。一緒にお話しながら食べましょう。一緒にお話、お友達みたいで素敵。ねえカズマさん、シュワシュワないの？このカズバーガーに合うと思うんだけど。カズバーガーだ、いい場面に水差すんじゃねえよ。しんみりした場面に関わることもなく、ただただ傍観、実にモブらしい行動だ。すごく美味しかったわ。レシピを持ち帰ってイータに報告しないと。マグロナルドに引けを取らない味だったよ。バーガーもだけど、思い出作りもありがとうカズマ。正体を突き止められた時は思わず消しかけたけど、影の実力者の魅力を分かってくれるし、意外とノリのいい人だったな。先頭にいる虹色のジャイアントトードは、カズマ、手を貸すわ。あのカエルを撃って援護します。カズマさん、アルファ様、皆さんは周りのカエルをお願いします。任せてください。すべて灰と化し、我が友の道を開けよう。エグス、待ってめぐみ、待って、土地ごと全部吹き飛んじゃう。食後のデザートにはちょうどいい。俺の剣技に酔いしれろ。カズマガーデンの力見せてやる。は？カズマガーデン？ま、楽しませてもらったお礼ってことで、今回の見せ場は譲ってあげようかな。裏で操ってるってのも影の実力者っぽいし。細かいことは気にするな。行くぞ。アイアムシャドウ。真の力を授けよう。あ、カズマがあっという間に倒してしまいました。見てください、アルファ。アルファさんたちの周りに光が。もうお別れの時が来てしまったようね。ありがとうみんな、最後に行動を共にできてよかったわ。皆さんとの思い出は、新たな作品の1ページを飾ることでしょう。いつか、また会えますように。元の世界に帰っても、ずっとお友達でいてくださいね。もちろんだよ。みんなのこと、絶対に忘れな。ここは、戻れた。途中で会話が途切れる。我ながら実にモブっぽい別れだったな。どうされました？何かお考えに？いや、
未知の深淵で教団を追い詰めるというのもまた一興かもしれないと考えていたところだ。すでに対抗策を見出しているということね。それなら我々は付き従うまでよ。さすがシャドウ様、教団の新たな手に動じないそのお姿、早くシャドウ様戦記に書き足さなくては。いや、全然策なんかないんだけどね。引き続き調査に努めよ。はっ。ようやく行ったか。ええ、でも最後に思い出ができてよかったです。ありがとうございます、カズマ。うん、カズマですけど。なんで服着てないの？え、おいおい、見えないのか、このかっこいいスーツが。なーい、しまった、シャドウが帰っちまったからスライムスーツが消えたのか。お前というやつはさすがに時と場合だな。感動のお別れだったというのに、カズマなんてシャドウじゃなくて邪道です。そして下道よ、この下道ガーデン。変な悪口言うな、シャドウのやつ肝心なところで影に消えやがって。このスマッなんて、カズマは見どころがありそうね。シャドウと同じ格好をしたがるなんて、カズマは見どころがありそうね。シャドウには何か考えがあるようだわ。私たちはそれに従うのみ。シャドウならどんなクエストでも苦戦することはないわ。彼は完璧なの。もしや私たちをこの世界に閉じ込めておくことがディアボロス教団の目的。他のシャドウガーデンのメンバーのことが気になるわ。そろそろ戻らないと。マグロナルドに似たものがあるなんて驚きだわ。カズマはいい料理人ね。教団に対抗するため私たちも成長していかないと。戦力の補強を行いましょう。